キリングループは世界の CSV 先進企業を目指し、事業を通じた社会課題の解決に積極的に取り組んでいます。特に環境の分野においては、地球への負荷を下げるだけでなく、社会にポジティブなインパクトを与えたいと考えています。ビール会社から食と健康の企業グループへ、酒や飲料事業で培った発酵バイオテクノロジーを強みに、医薬事業、ヘルスサイエンス事業も展開しています。 TCFD 提言に基づくシナリオ分析で、気候変動による影響を調べた結果、地球温暖化により体調不良や熱中症になる人が世界で拡大する可能性が高いことが分かってきました。免疫維持をサポートするプラズマ乳酸菌や熱中症対策の清涼飲料など、我が社の製品を通じてこのような課題に応えていくことが、ヘルスサイエンス事業の成長にもつながると考えています。一方で、経営の大きなリスクでもある気候変動を引き起こす地球温暖化の進行を緩和するために、2050年までに温室効果ガスの排出量をネットゼロにすると宣言し、 RE100 にも加盟しました。この目標を達成するために、現在ビール製造のハネス工程にヒートポンプの導入を進めています。省エネルギーを推進するとともに、エネルギー源を化石燃料から電力へシフトし、再生可能エネルギーの導入を進めることにより、温室効果ガス排出量の大幅な削減を目指します。気候変動への適応については、スリランカ紅茶農園でレインフォレストアライアンス認証の取得支援を長く続け、自然災害に強い農業や労働者の生活向上など、持続可能な紅茶葉の調達に取り組んでいます。キリングループにとっては、これらの自然資本を持続可能な形で利用していくことが、今後ますます重要になってくると考えています。そういった長期的な視点での戦略の有効性を、投資家をはじめとしたマルチステークホルダーの皆様に理解していただくために、今後も気候変動が事業に与えるリスクや機会について分析と対応を進め、積極的に情報を開示していきます。キリングループは脱炭素社会への取り組みをリードし、事業を通じてポジティブなインパクトを生み出し、お客様をはじめ広くステークホルダーとともに、豊かな地球を次世代につないでいきます。